はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。4月8日土曜日17時ぐらいからメール党員様限定懇親会開催いたします。ご参加ご応募ください。よろしくお願いします。今日はですね、高杉康二大田区支部長政治活動に、行ってまいりました。代表付きタックンがすごい格好をしてまして、最初行った時にですね、なんか警官に見張られてる支部長、高杉支部長、あるいは高杉支部長が警官に見張られながらチラシ配りをやってるみたいになってたので、ちょいやめてて改善してもらいました。浦安みたくですね、後から来た共産党が演説始めるみたいな嫌がらせもなく、のんびりとできました。さすが共産党だな。人を害しておきながら、俺は悪くないって、開き直った組織だけあります。私が生きてるうちに日本共産党の消滅が見たいんですけれども、決してそれはですね、どっちが先に消滅すか長生き競争だっていうことではないんですけれどもね。日テレニュース、テレビがあるのに受信料支払わない世帯に受信料の2倍の割増金を請求可能に、4月から、これ嘘です。全く正しくはテレビがあるのに契約してくれない世帯に割増金であります。受信料払わない世帯に、罰金ってなると、誤解しちゃうよね。現在約 25% の滞納世帯があるんだから、これを騙すためにですね、嘘報道をしたの確定であります。契約してて滞納してる人も、俺も2倍なんつってビビって、しまいますよね。嘘、日テレの嘘なのか NHK の嘘発表なのかは不明。 NHK の嘘発表を日テレがそのまま報道したのかもしれないし、日テレがなんか頭おかしくて嘘報道したのかもしれないし、4月2日 NHK スクランブルデモ開催予定であります。平気で嘘つく NHK をスクランブルで解体しましょう。スクランブルにしとですね、売り上げ今の半分以下になって NHK は崩壊いたします。高市経済安保大臣、総務省文書の内容を私が捏造と断じた理由をフォローしてくださっている皆様には全てお伝えしたいのですが、国会で答弁してないことを書いちゃうと国会軽視って、言われちゃうので、時が来たら書かせていただきますね。隠し玉持ってるみたいですね、これ。ますます小西のメンタルがやられてしまいますね、これ。ガンガンですね、癒し画像をリツイートしてしまいますね、小西ね。一般反応です。そもそもスケジュールからおかしいんじゃなかったっけ？記憶違いというか、そういうレベルを超えて明らかにやってないことまで書かれていたからでない？これ結局統一地方選に影響なくね？森かけと一緒でパヨの自爆、立憲の支持率また落ちちゃう、小西すで立たなくなってきてる。これ面白くなくなってきたんでしょうね。小西もう負け確定、敗戦濃厚で面白くなくなってきたからスレッド乱立しなくなって、本当に時間と金を無駄にしてるよな。結局あの文書っていくらでも作れる管理外だったんでしょ。TBS の情報セブンデイズって番組が高市さんを悪者にしてひどかったらしいんですよ。テレビねえから確認できないんですけども、そんなのやれてる時点でですね、放送内容に圧力はなかったっていう証明になってんのにね。そんなこともわからない、人さえ騙せればいいんすかね、あのテレビと立憲は。どうやら高市さんはなかったことを証明できる切り札があるようですね。総務省は次々とですね、あの文書は無意味で無価値なゴミって発表するもんだから、詳しくは昨日の動画を見てください。小西らは大臣力はあった、だから辞任しろって論点をずらしに来ております。捏造じゃなかったら議員辞職するって、高市さんの言質を取ってるのに辞職しろっては言えなくなってんの。これは文書が事実だって証明できそうにねえから、総務省がいろいろ発表しちゃったからね、卑怯な連中だなぁという感じなんですけどね。立憲杉尾、あなたの答弁は何もかも信用できない。高市大臣、
信用できないなら質問すんな。小西、答弁拒否は憲法違反、憲法違反みてえな顔しやがって叫んでおりました。立憲共産、高市大臣は発言を撤回して謝罪しろ。高市大臣、拒否する。百田さん、有本香里さん、情報ね、高市大臣の罷免しないと予算委員会を審議拒否すると野党が総理を脅してるっていう情報が入った。闇熊さんが、YouTuber の闇熊さんですね、複数の知り合い自民党議員に聞いたところ、確かにそういう動きがあるとのことでした。青山茂春参議、高市大臣罷免の動きはない。これ青山参議が知らないだけかもしれないんだよな。百田さん、大臣罷免情報など平議員の耳に入るわけないだろうと反発。これは現在はまだ未確定で噂の段階ですね。まあ、野党が何もかも信用できないんだったら質問すんねんって言ったのを問題視して騒いでる。大臣を罷免を求める、大臣辞めろと岸田総理に要求してるっていうことですか。一般反応です。情けないしひどい。高市さんを罷免したら二度と自民には投票しない。高市さんを辞めさせたら次は任命責任で総理辞めろっていうだけ。言いそう。この人の読み鋭いな。杉田水脈さんを罷免した前科があるから不安になるわ。勝手に休めっていいじゃん。これ審議拒否しますって言ったら勝手に休めでいいじゃんってことですね。岸田総理に高市さんを守る気が全く感じられないんだが、まあまあ総裁選のライバルですから煙たいは煙たいでしょうね。一応ですね、大臣にして、岸田チームの一員にはなってもらってますけれどもね。もうあいつらいなくても審議進めていいよ。噂の段階なんで一般的なことしか私も言えませんけれども、作成者、作成日時、作成目的、作成経緯、流出経路、台帳に記載なしの怪文書で騒いで大臣の首が取れるならもう選挙の意味なくね、これ。民主主義の崩壊じゃね、こんなの。なぜ立憲共産は気に入らないことがあると審議拒否って、わめくのかってことなんですけど、それは与党がそれでグラグラすっからでしょ、反応しちゃうからでしょ。常日頃ですね、どうぞどうぞ、審議拒否どうぞどうぞ、お前らいなくても進めておくわ、お前ら生き物がかりになったから休んだからしゃあないよねって言ってたら二度と言わなくなりますよ。つまり学校を休んでる間に勝手に係を決められてしまうという立場になったらね。国家社会主義、労働者党党首、テロは同規模のテロで対抗しないと必ず成功されてしまうと過去に発言しておりました。なので野党の難癖嫌がらせには同規模の難癖嫌がらせで対抗するのが正解なんですよ。出ないと必ず成功されてしまう。公家育ちの岸田さんに喧嘩ができるとは夢にも思いませんけれども、自民党はね、もうちっと与党の地位にふんぞり返ってないで、常日頃からね、野党議員のスキャンダル集めとけよ。一番金持ちなんだから人雇えるでしょ。特に収支報告書は宝の山だからね。政治資金収支報告書、足立康維新議員がなんか家賃のことでつつがれてましたけれども、個人的意見ですけが、日本に岸田文雄は必要ないが高市さんは必要ですよ。高市さんが罷免になるのはですね、岸田文雄っていう存在が今日突然消えた方がマシなんすよ。これが日本に高市さんは必要だけど岸田は必要ない。これは私の全くの私見です。個人的見解であります。タガが外れたような岸田総理の売国ぶり、留学生を40万人に増やします。外国への留学生を50万人に増やします。なんだそれ、日本人を日本で学ばせずに外国で学ばせよう、50万人なんだそれ。朝日しか報じてないんで、まあ嘘記事かもしれねえんですけれどもね。一般意見です。どこまで売国度なの、
岸田を倒さないと本当にやばい。留学生を優遇してないで日本人の奨学金なんとかしてやれよ。そして行方不明になると、これはあの留学生、入ってきた留学生が行方不明になると、留学生一人に使う金で日本人がどれだけ楽になることやら。何が目的で留学生増やすんだ。工作員を量産しているだけ。大学が儲かると自民も儲かる構図でもあるのかと、留学生40万人、留学する日本人50万人って、それじゃ差し引きマイナス10万人じゃん。収支は赤字だろ。50万人の日本人が外国に金落としてきて、留学生は40万人、なんだそれ、バカですか。バカですか。本当に学生がマイナス10万人だったら潰れる学校も出てくんじゃねえの。経営難の大学を救済するっていう天下りを目論む文科省の目的にも全然かなってないんですけど、一体何やりたいんだろうな。学校バタバタ潰れるよこれ。留学生ゼロにして日本人を留学させなければいいんでは。そんな税金わざわざ使ってないで。日本改革党の公約は留学生の優遇をやめろであります。留学生は学費や家賃、医療費、渡航費、補助で年間380万もらってます。この補助を一切やめてもなお日本を憧れてですね、世界中から日本に学びに来る、あらゆる困難を乗り越えてっていう風にしなくちゃダメだろ。あの遣唐使とかそうじゃねえの。あの命の危険を顧みず船であの渡ろうとして、とうとう渡れなくてみたいな人もいたんでしょ。あるいはあの途中で海の藻くずになっちゃったとかさ、なんで留学生を金で買ってくるようなことを続けんだ。そんな情けない国になったのが、金渡して土下座しないと日本で学業してくんない、学んでくれないっていう、そんな情けない国になったのが、日本人の若者をですね50万人も青春中に輸出する、外国で過ごさせたら少子化加速すんじゃねこれ。現地で就職してですね結婚して、家庭を作って帰ってこない人も出てくんじゃね。日本人の人口減らしてどうすんだよ。驚きますね。誰考えたか知んないけど、お前の子や孫も苦しむんだからな。財務省もそうだけど、増税増税言ってお前らの子や孫が全員財務省官僚になれるわけねえんだからな。本当に頭悪いなとつくづく、感じております。というわけでメール党員様大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。